こんにちは、辰野の八木翔雄です。今日は姫路市にやってきました。姫路市の安田にある、中華料理の、藤田さんに、お邪魔させていただいております。こちらが、駐車場ですね。そしてこちらが、お店になります。広東、四川料理の、中華料理の藤田さんですね。店内はとても、綺麗なお店です。今日のランチは、このようになっております。姫路の三田の手柄駅と姫路の市役所の間ぐらいになりますね。ぜひ皆さん、藤田さんをよろしくお願いいたします。